お待たせいたしました、先ほどの、ブードゥープリズンブレイク、その前に行われますのは爆上選手権でございます。先ほどもタル選手からございました、この正当な電流爆破マッチ、あの初代長代千草、2代目よしこ、そして3代目このセラリサ選手でございます。防衛回数にいたしますと、今回の試合が3度目の防衛ということで、過去最多の防衛戦の回数となります。そのセラリサ選手、先日も大変おめでたい話もございましたが、本日はこの爆上選手権、試合ということでタッグマッチでございます。チャンピオンセラリサ選手、パートナーは松本博之選手、そして対戦相手に高橋七重選手、そして水波亮選手組となっております。この爆上ルール、特別なこの爆破王ルールに基づきまして、勝者が新チャンピオンという形でございます。ですので、仮に松本博之選手が高橋七重選手、また水波亮選手に勝った場合でも、チャンピオンになれると。セラリサ選手はタイトルを、落とすという形となってしまいますので、セラリサ選手は、必勝が必ず勝たなければいけないというルールでございます。それでは、皆様よりコメントを頂戴したいと思います。まずは爆上でございます、アイスリボーンのセラリサ選手、よろしくお願いいたします。こんにちは、アイスリボーン、そして爆上のセラリサです。先日結婚いたしまして、今は幸せの絶頂にあります。ですが2月16日カルツ川崎にて、こちら爆上の防衛戦をできるということで、こんなに素敵なメンバーの方に集まっていただきました。誰が取ってもおかしくない中でこそ防衛したいと思っておりまして、そして防衛した暁には私のやるべきことを終えたという、一つの賞を終わらせるといいますか、ということで返上を予告しておりましたが、その通り返上をいたしますので、私がきっちり防衛して、この素敵なメンバーの中で私が勝って防衛、そして返上させていただきます。はい、ありがとうございます。続きましてはパートナーという、スタンスでございます、松本博之選手、お願いいたします。破壊する女、松本博之です。今回、爆破電流爆破マッチに初挑戦します。今回挑戦しようっていうのは、実はもう去年から思っていて、電流爆破マッチ、去年女子がやることに関していろいろ賛否ありましたけども、やってない人がどうこう言うのが私はすごく嫌だったので、挑戦というか、はい、経験してみないとなっていう思いもありました。2019年破壊する女として名に恥じぬようにしっかり爆上のベルトを取って、プロレスラーとしてももう一段上、強くなって、もっともっと上を目指して大きく広げていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。おととしでございます。このカルツ川崎初の電流爆破ということで、この爆上のベルトをかけまして、長代千草選手と、電流初爆破をいたしました、対戦相手でございますチームのビヨンドザシーシングルチャンピオン高橋七重選手、それではお願いいたします。はい、シードリングの高橋七重です。今日は言いたいことが3つか4つぐらいあります。まずはセラリサ、試合やる前から返上するとか言ってんのよ、つまんないんだけど。ちょっと頭の中がちょっとさ、幸せボケしちゃってんじゃないの。なんで返上なの、そんなにやってきたの。やってきたっていう自負があるわけ。なぜ返上かというのをそうですね、言わなかったんですけども、私はこのベルトを取ってからずっとプラスアルファで、電流爆破プラスアルファで何かしらのデスマッチをやっていきたいとずっと小花火実行委員会さんの方に提案してきたんですけども、それを叶えられることは一度もなかったので、私のやるべきことは、
取ってアイスリボンの中でこのベルトを広めれた。そして私が本当にやりたいデスマッチに戻りたいと思いまして、超花火そして電流爆破からは一線を引こうと思いまして、今回で最後にさせていただこうと思っております。まあ、そういう気持ちがあるのは私には関係ないことだけど、まず私はセラのインタビューを読んで私が名乗りを上げたので、ちょっとそこのところが拍子抜けした。それは、正直な気持ちなので、まあこんな人には防衛はさせないです。そして二つ目、一番左側にいる女、なんで同じ並びに並んでんのか、ほんと腹が立ってしょうがないです。同じリングにも上がりたくない。そして三つ目、私シードリングビヨンドザシーシングルチャンピオンとして一つのベルトを持ってますんで、この赤いベルト、赤いベルトといえば高橋じゃない、何か結びつくものがあるんじゃないでしょうか。はい、このベルトいただいて日韓王者になりたいと思います。はい、ありがとうございます。最後でございます。昨年末、場所は少し遠めの佐賀県鳥栖という場所でございましたが、師匠でございましたあの長内草選手と電流爆破マッチで対戦という形となりました。水波亮選手、よろしくお願いいたします。はい、プロレスリングウェーブの水波亮です。自分は今回、この、爆上の電流爆破の試合に名乗りを上げさせていただいたのは、今ウェーブの団体は休場しておりまして、4月1日からリニューアルで始まるということで、自分も何か変わらなきゃいけないと常々思って言っております。この電流爆破、去年、佐賀で初めて、対戦さ初めて内野さんと電流爆破でやらせていただいた時に、この試合を通して自分が変わる自分がいて、そして後にその団体のベルトでシングルのチャンピオンになったっていう、ことがあったので、今まさにそういう変化というものが必要だと思ったんで、この試合を通して、もっともっと変化するべきそうだなと思い、賛成を表明しました。あとこの爆上のベルトをですね、自分が取って持ってってウェーブでも電流爆破やりたいと思っております。この中に入っていて自分は全然負ける要素も負けるつもりも全然ないので、自分は勝ってこのベルトを持って帰りたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。補足でございます。あのセラリサ選手、体感の当初より、本人もおっしゃっていただきました、何か、セラリサ選手の、得意とするその傾向等であるとか、そういうデスマッチ、現在のデスマッチとの融合、今回もご提案をいただきました、川崎市体感の方でも、数々その、過去いろいろなデスマッチやってるんですが、このカルツ川崎という場所から、お時間がなく、私どもその実行委員会のせいで、ご希望の試合が組めないという形になっております。それに関しましては本当にジャンプ申し訳ございません。ただ、ぜひこの4名によります、爆上の選手権、電流爆破町という、形を皆様にも、楽しんでいただきたいというふうに思っております。それでは、マスコミの皆様からも一言ずつ、コメントを頂戴いただければと思います。ぜひ、よければじゃあ週刊プロレスさんありましたらお願いしてよろしいですか。4選手にお聞きしたいんですけども、今回このベルトをかけて行うということで、このベルトに対するこう思いとか思い出っていうのがあったらそれぞれお願いいたします。去年の7月に退官して以来このベルトと共に歩んできたわけですけども、広島でのテキーラ祭防衛戦、そして12月藤本司防衛戦で、テキーラの時は被爆することなく終わったんですが、藤本司の時に被爆をして右腕を大やけどしてただれて髪の毛は燃えて結構まあ重傷だったわけですけども、そんな中でも防衛できたっていう自分の自負もありますし、そんな思いをしてまでこのベルトはやっぱり価値があるものだと
信じていますので、私はこのベルトと共にやってきたことはすごく自分の中でいい思い出だったなと思っております。なので次の牧場になる方、自分が今回きっちりこのメンバーの中で防衛した価値をつけてお渡しするので、どうかどうか大事にしていただきたいなという思いでいっぱいです。松本選手、私にとっては牧場、爆破の世界って未知の世界で、やっぱり爆破ってすごいじゃないですか。怖いものだと思うんですけど、しっかりその上で爆破勝って、プロレスってすごいんだとか、いろんな形があるんです。プロレスラーとプロレスラーが戦えばそれはプロレスで、その、表現がいろいろ異なるだけで、その中で今回の爆破っていう中でしっかりプロレスってすごい、プロレスラーって強いんだっていうのを、証明したいなと思います。高橋選手、はい、私は、一番初めにノーロープ有刺鉄線、でダブルヘルボード有刺鉄線ボードというのに、それが一番初めての電流爆破で長内千草さんのベルトに挑戦してっていう。瀬良さんはやったことありますか、ノーロープ？ないですね、王者の、まあ、で本当に爆上を瀬良里さんが広めたっていうのはあると思いますよ。だから私も今回ここに挑みたいと思ったんですけど、その今の王者でも挑戦したことのないノーロープ有刺鉄線っていうのを一番初めに経験してるっていうのはすごいでかいと思います。あとは、大谷慎二郎さんと爆上ではないですけれども、電流爆破バットでシングルマッチを行ったりとか、そうですね、あとは昨年の1月に本当は爆上タイトルマッチまたやれることになったんですけど、怪我のため挑戦できなかったとか、何かしら自分の中で引っかかりがあったんで、今回はいただきたいですね。すいません、もう一回質問の、このベルトに関する思い出だったりとか、まあ、思いだったりとかっていうのがあれば。あ、思いですね。今まで爆上というベルトに関してはあまり存在は知っていたし、もちろんすごいベルトだなというのは思っていたんですが、あまり自分の視野には入っておりませんでして、まあ、今回こういう形式で自分が参戦表明したっていうものには、そのやっぱり爆破という普段の試合と違う形式でやっていくっていう中で、そのすごい、形式の中で戦い抜いてでチャンピオンになるというので、すごくいろんな意味で熱い人間が巻くベルトなんじゃないかなと思っているので、自分ももう1段もう2段もう3段もう100段ぐらい水波亮というレスラーとしての箔、というか価値を上げていきたいと思いましたので、このベルトはすごく魅力的に見えたので今回挑戦したいと思いました。はい、最初に高橋選手の厳しいことがありました。被害者ぶってんじゃねえよって思いますね。まあ言ってるのは、まあ、この爆上に関係なく前回のシングルについてのことだと思うんですけど、私はプロレスが好きで、その上でシードのベルトはいらないって言いました。それに関していろいろ思いはあると思うんですけど、なんかその言ったことに関して被害者ぶられてるのがすごく気に食わなくて、いらないものはいらない、私はフリーだからって団体にこびるような意見をしない。私は前回高橋奈々江に負けてしまったんで、その自分の答えが正当化できなかったのはすごく悔しく思ってます。その部分で今回爆女王という形ですけど、やっぱり今回も純粋に高橋奈々江の首は狙っていきたいと思います。
本当になんか、なんですかね、視野が狭いんじゃないですかね。次元が違いすぎて話になんない。だから交わりたくない。じゃあやめればいいじゃん。何を？こっからやめればいいじゃん。おめがいなくなる。いやいや、私は別にあなたがここにいてもいいです。あなたが嫌だったら後から名乗り出てきて何言ってんだよ。なんでこいつ入れたの、ゼロワンも超花火関係ねえだろ、こいつ。お前も関係ないじゃん。は？トマキチが言ってんだけど。すっぺらい言葉でやりとりしたくないですね。お前の書く言葉が全部すっぺらい。これ、あとは試合でっていう一番つまらない言葉で締めさせていただきたいと思います。あと一つ言いたいことがあったのを忘れていたんですけれども、セラさん、はい、ご結婚ということで、はい、はい、どうしたんですか、いきなり。おめでたいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。私も40歳になって、やりたいことがあるんで、ちょっと私も電撃結婚したいと思います。言っちゃったら電撃じゃない。え、そうなの？じゃあ電撃結婚したいと思いますよ。電撃結婚。あ、設楽さん、どうですか、高橋さん。シートすんなよ、みんな。高橋さんの結婚について言いですか。結婚先輩、ここは結婚チャンピオン。あ、結婚、素晴らしいことだと思うんですけども、この場で言ってしまったら電撃じゃなくなっちゃうのと、あと、お相手は、もちろん、はい、いらっしゃるんですよね。はい。お相手は、誰かしらいるでしょ。なんかムカつくんだけど、この子にいる人たちみんな、みんなムカつく。水谷選手はみんなムカつくとか情緒不安定すぎて超怖いんですけど、左にいる人。いや、みんなムカつく。なんか言ってる、まあ、40ね、こんな40にはなりたくないなと思います。何言ってんのか。みんな、なん私は電撃結婚します。勝手にしたらいいと思うし、チャンピオンになって電撃結婚して、はい、話題をかっさらいますよ、今年は。はい、ヨン選手にお伺いしますが、誰から取っても取った人が新チャンピオンになるという特別なルールなんですけど、あえてお伺いしますが、誰から取りたいですか。安さんか。そうですね、自分とヒロエさんはタッグなので、まあ、必然的に七重さんか水上さんになるわけですけども、どちらからとっても自分この中で一番キャリアが本当に浅くて、誰からとっても大金星なので、まあ、チャンピオンは自分ではありますけども、プロレス歴からしたらもう大先輩の2人なので、もう2人まとめて取る勢いで自分は行きたいと思ってます。そうでしょう。本音を言えば、セラリさん、やっぱりチャンピオンである人から、ベルトを取るのが次のチャンピオンだと思うので、まあ、その返上するっていうことも私にとっては気に食わないことの一つでもあるし、その部分を含めてもやっぱりセラリさんから取りたいっていう思いはあるんですけど、今回はルール上取れないので、まあ、さっき言った通りの人から取りたいと思います。で、セラリサが何か、まあ、もう今後ない、爆上とか関わりたくないっていう思いがあるかもしれないけども、私が爆上を取ったら何かしらの合図を送りたいなと思います。
はい、セラリサから取って電撃チャンピオンになります。自分も、セラリサから直接取りたいと思います。というか、情緒不安定の40歳の高橋奈々井には絶対勝たしたくないなと思います。私が勝ちます。はい、ありがとうございます。では記念撮影をさせていただきたいと思いますので、皆様いつもお願いしてよろしいでしょうか。